日やし、3日か。だから今日で、まあ明日テストで来れへんこと思うと思うので、来れる子は必ず参加してください。で、本番向こう行ってからの流れになるから、ほんま今日ストリートパフォーマンスしたかったんやけど、お客さんの前で踊る前に、とりあえず人の前で踊るっていうことね、ある程度、もっと慣れとってほしかったから。まあ、もし個人個人とか2人で集まって練習する機会とか、3人でやって練習する機会があったら、まあ、人通りの少ないところでも、空いてる公園でもいいんで、人にわざと見られる状態で1回やって、もう家でやるとき、鏡外しやん。で、本番チェックして、リハの時にミスがあったら、もう外すだろ、間違ったらね、リオ、パッ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 、本番に入る前にとりあえず100発110やないとあかんから、それを補えるだけの今、空気感はちょっとないし、そこはちょっと厳しい。男の子も一緒やけど、で踊りの静観、まあ、何作品かあって、まあ、みんな全部見てへんし、舞台の中でもまだちょっとつかめてへんと思うけど、当日みんなに一回全員説明して、最初からどこでピアノが入るか、どこで映像が入るかとかっていうのを、説明しながらやります。で一回最初から最後まで、まあ、見る機会も作りたいから、まあ、自分が踊るところとりあえず集中してほしいんやけど、作品の流れの中の一作品だから、これは絶対間違ったらあかんタイプの踊りやねん。フリーがミスしたらあかんタイプの踊りな。いや、ミスしてええタイプの踊りはないけど、もうこれがとりあえずあかん。もう許されへん、下がりへん。で、あとはとりあえず雰囲気を頑張って、今も身につけとってください。で、衣装も、言ってたやつ、変えてって言ったやつも変えた状態。今日の赤いベルトしてたやろ。あれは使うと思ってるの？いや、あれはいつなしになったんですけど。なしになった？どういうこと？俺がなしっていうか、あかんじゃん。いや、なんか見せたかったけど、赤いなんかポイントみたいなのをあつこさん見てもらったらない方がいいって言われて。あ、全体的に刺すの。ちょっと一回持ってきてくれへん、でも本番の時に、ステージ立った時にあった方がいいかもしれない。はい。うん、まあな、もう言うこともないし、とりあえずお客さんも待ってあるし、チケットももうやばいぐらい売れてるし、お昼はもうとりあえず取られへん席、あ、追加席も全部発売してるって言うことやし、大阪ホームグラウンドやし、俺らのカンパニーもいっぱい応援してくれるお客さんもやられて、まあ、東京で出せなかった色も出せると思うし、そうだね、とりあえずワクワクして待っとって遠足に行く前みたいな感じで、緊張もあるだろうと思うけど、とりあえずいい緊張感を持っとってな、本番待って私緊張せんわと、俺緊張せんタイプやわとかって、それは上がってへんからやからな、もう絶対もれなくプレッシャーとか緊張かかってくるから、そこまで行けてへんかったらあれ上がれてないわということな。そのいい緊張感の中でこうなんかそこのその気持ちのこういう部分と戦うのが舞台の良さや。あとは全員の空気感も良くなってきたし、あれも細かいところちょっとでも気になったりとかしたら、例えば自分の紐、あ、で本番で例えば紐を二重結び、紐ほどけないな、ほどけないな、でそれが例えば隣にパッて見たら緊張してやってへん人がおったら、あ、やってへんでと思って言ってあげれる余裕とか、まあ、そういうのも本番欲しいし、あと、男も女もやけど髪黒色で、これは東京ちょっと一回試しでかなりフリーダムな状態でほったらかしにやったんやけど、照明に跳ねるんやわ、やっぱりちょっとでも茶色いと、でそれがどうしても気になっとったから、イベントオーラ、まあイベントごともよくやってるし、コンテストとかも出てるけど、その舞台とイベントとかの質感の差っていうのはこだわりの差やと思うね。でイベントとか出るときってイベントの色があって、そこに参加させてもらうからある程度自由でもいいんやけど、公演ってなったら俺らの色をどっかで見せ、なんかそういつもイベントでやってるのと同じ振りを仮に公演でやったとしても、その覚悟の差みたいなを見せたいから、それがまあとりあえずなんで髪色やねんってなるけど、とりあえず今回はそういう縛りです。
なんでもうないし、あかんって言うかもしれない、本番直やってきて、いやそれであかんでって言うかもしれへんから、必ず確認取っとって黒の状態にしてやん。で俺ほんまにその本番に関してはそんなに優しいないから、あの髪色とか衣装が持ってきてへんとかやったら、あのよっしゃ貸したろとかないで、もういいええでええでって、もう出せへんでってなるから、とりあえずでもう何回も聞きこらへんねん。あの美容室行ったら、若干茶色の目の方が似合うと言われましたみたいな、シーフランチ俺は黒いって言ってんの、黒やで、漆黒やからな、漆黒やからな、黒やからな。あで本番アツトがなんかスプレーやったりとかしとったんやけど、やっぱ黒くなりきられへんの、なんかベタベタが踊ってて、とりあえず気になるとかって言って、うん、なんかそういう情報もあり、必ず絶対家で一回試して自分で見て黒くなってるかなって、もう自分のレベルで茶色い、いやこれは言われるやろないと、まあ、絶対 言うから俺、はい、粉振るなりそのスプレーで行こうと思ってる子は俺に見せる前に絶対自分で試して、もうその状態でアウトやったら何らか染めに行ったりとかしてな。でとりあえずその黒の状態で本番前、もう土曜日の時点でチェックしてたら遅いやんが、でもとりあえずチェックできへん子はとりあえず黒へ、もう黒にしとったら間違いない、黒な、今の時点で OK なんで、よしと、ゆい、時系染め。染めました。染めたんやな。で、チームも染めたもんな。ちょっと3人は。土曜日の工事に行くと。いいんじゃないの、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 いいんじゃないの。で、美容室は絶対言わはんねん。あの軽く見せるから、ちょっとあれの方がいいですよとかって、うっさいね、言うねん。とりあえずもう俺これ言い続けてるから、もう俺聞かへんから、もう何も聞かへんから、男もやし、黒な、まあ黒やもんな、違う違うぞこいつ違うぞ、大丈夫です、まあそうか、俺大丈夫です、それ地毛か、地毛です、ふわふわしてる、すみません、スキンヘッドでいいじゃん、おーいいねね、いいね、まあ量はほんまに帽子かぶる可能性高いわ、うん、あれ黒やからな。とりあえず、まあ、このところこれのギリギリ、俺これ地毛やから、生まれてから来たもんギリギリ、え、なんて、まあ、地毛が茶色かったらもう言い切ってな、地毛私生まれたことからこれなんですけど、もうそれだけしゃあないなっていう、とりあえずです、もう残り少ないの、もう一押し、まあお客さん、あ、スタンディングチケットも永遠に売り続けるから、あの売り切れなしで永遠に売り続けるから、あのスタンディングのみたいっていう人おったら、もう一人でも二人でも多い方がええんで、もう一押し自分のダンス見てもらうの、せっかくなんじゃかんじゃ言うて時間使ったうんぬんこんぬん、ちょっとなしにしても何ヶ月か練習してるわけやから、そういえばより多くの人に見てもらった方が次のチャンスもあるし、名前も覚えてもらえるし、今日はとりあえず、あ、これはもう自分のもんにしてくれてもええで、もう気持ち全員とりあえず、全員にチラシ10枚ずつとポスター1枚ずつ渡すから、気持ちだけでもこう、宣伝というか、こうちょっと上げていって、当日にちょっと迎えるようにしてください。うい。まあ、だいぶやっぱり時間かけると良くなるからね。みんな、どう？みんなどうなの？みんなどうなの？これ10枚ずつで今渡してるし、そのまま回していく。みんなどうなの？何を言ってみんなどうなの？って言う。アルパカ。アルパカ。なんか英語から東京。